ノゼリア商会のクラルスが用意した馬車に潜んだセレノアラはゴルフォート領に侵攻するエグスアム軍をやり過ごし、ハイサンドの首都へと向かった。首都に近づいたところで一行は改めてローゼル族を解放するための作戦を確認する。ウォルフォード領に侵攻しているハイサンド軍の情報をつかみました。指揮官はエグサム殿、王都を攻めた時以上の大軍です。ウォルフォード城を落とすに足る戦力だ。やはり単なる脅しではないな。いくらベネディクト様でもそんな大軍が相手だわ。信じよう、アンナ。ベネディクトは必ずウォルフォードの民を守ってくれる。はい、しかしウォルフォート領まで死守することは不可能だろう。まず間違いなくウォルフォートの城と領地はエグサム軍に制圧される。帰る場所はもうない、そう考えるべきね。覚悟を決めましょう、セレノア。ええ、その時のようですね。私は今ここに宣言する。我らは円弧のローゼル族を救い出した後、南の果てにあるというローゼル族の故郷セントラリアを目指す。果てしない円弧、海があるというその地を探し出し、皆で争いのない国を作るのだ。無謀な夢であることは承知している。意義のあるものはここで抜けても構わない。今さらだな。我ら一同どこまでもお供いたします。決まりだな。ではローゼル族救出作戦について話そう。クラルス、頼む。ここを出発後、馬車で女神の盾の検問を通り、ハイサンド市街地へ入ります。検問は紹介の顔で何とかしますが、私がお手伝いできるのはそこまでです。十分だ、協力感謝する。円弧には強引に入り込もう。見張りたちは外から攻撃されるとは思ってもいないはずだ。入ることは難しくはないでしょう。しかし、そう、一番の難題は円弧のローゼル族を立ち上がらせることができるかどうか。彼らは女神教によってずっと罪人として扱われ、罪の意識を刷り込まれてきた。女神に逆らうことを強く恐れているはずよ。いきなり放棄を訴えても賛同するかどうか。それでも30年前、母様は彼らを立ち上がらせました。その時は一部の者しか逃げられなかった。ええ、全てのローゼル族を解放するには母以上のことをやらなければ。彼らを説得する方法は見つかったの？見つけました。私は女神像を粉々に破壊します。目の前で女神教の象徴が崩れ去れば、ローゼル族の心を縛っている恐怖を取り除くことができる。そうなれば必ず30年前以上の大放棄を起こせます。しかし、あの巨大な女神像をどうやって壊すのです？爆裂眼を使えばできるはずです。確かに我々が持つ全ての爆裂眼を使えば女神像を吹き飛ばせるだろう。だがそれでは追っ手の船を破壊できなくなる。その通りです。ですから船の方は魔力結晶エルフリックで壊してはどうでしょうか。エルフリック、確かに威力は爆裂眼以上ね。船を壊すにはもってこいです。あれはライラ殿が開発したもの。保管されているとすれば違法院ですね。フレデリカ様の計画を成功させるためだ。何としても探し出しましょう。よし、
その作戦で行こう。ありがとう、みんな。衛兵は私が何とかします。皆様は動いてはなりませんぞ。毎度どうも、ノゼリア商会のクラルスでございます。身の搬入に参りました。通ってよろしいでしょうか。クラルスか、商売に精が出るな。世の中が物騒な時ほど稼ぎ時でして。皆様こそいつもご苦労様です。これはほんのねぎらいの気持ちですが相変わらずそつのない男だな。いいぞ、取れ。待て、予定にない荷物だ。確認もせず通すわけにはいかん。わかった、万が一ということもあるからな。ご心配には及びません。七聖人カンセル様から依頼された品ですから。カンセル様から？ええ、間違いありません。身をご確認いただければわかりますよ。何をする！くせ者め、増援を呼ばねば。大丈夫ですか、クラルス。申し訳ありません。だが幸い顔を見られたのは私だけです。私は増援を引きつけておきます。皆様は異邦院へお急ぎください。積み荷の奥の爆裂岩をお忘れなく。手間をかける。おそらく紹介の船も巻き込んでしまうが。遠慮なく、その分も後で稼がせていただきますから。急ごう。ハイサンドの主力は不在だが、衛兵に目をつけられると厄介だ。はい、異邦院へ向かいましょう。遅くなってしまいましたね。久方ぶりの偵察任務、想定よりも時間がかかってしまった。こうして異国の空を飛ぶのもなかなかに得難い経験でした。フラナガン殿、あれは。お金なら渡します。どうか命だけは。ああ、金はもらうぜ。だがあいにく顔を見た者は殺すことにしてるんだ。あなた！俺が盾になる。その隙にお前だけでも逃げろ。助けるぞ。遅れるな、キュエット。はい。そこまでだ。もっと軍人さんが何か用かい？死ぬられた盾のフラナガンか。広告をお払い箱になったふぬけと聞いたが、その盾は売れば高値がつくそうだ。こんなものが欲しければやる。その代わりこの二人には手を出すな。じゃあありがたくもらうぜ。金も盾も命も全部な。やれ！たった二人に負けるなんて。
ありがとうございます。なんとお礼をすればよいか。礼など不要。怪我はないか。ありがとうございます。おかげさまで3人とも無事です。3人その妻のお腹の中にもう一人。そうか、それは何よりだ。どうかお名前を。この子が男の子だったら命の恩人のあなたの名前をつけたいと思います。いや、名乗るほどのものでは。この方はフラナガン、誇り高き軍人ですよ。フラナガン、強そうな良い名前です。感謝いたします。フラナガン様、あなたはまさに命を守る盾ですね。命を守る盾良い二つ名ではないですか。よせ、俺の盾はそのような尊いものでは。二つ名は自分が決めるものではなく、周りが自然と呼び始めるものです。そうでしょう。命を守る盾、フラナガン殿ならばその名に恥じぬ生き方をせねばなるまいな。俺と同じ名を持つかもしれない新しい命のためにも。足元にも及ばないよ。僕には才能がないのかな。痛いよ。大変、転んで怪我をしたみたい。僕大丈夫かい。痛くて歩けないよ。じゃあ今すぐお兄ちゃんが治してやる。だから泣くな。すぐに治るの？こんなのお兄ちゃんにかかればちょちょいのちょいさ。お世話になりまして、ありがとうございます。いいえ、このくらい朝飯前です。あの、ひょっとしてあなたはグランダンテ様のお弟子の方では。え、じっちゃんを知ってるの？もちろんですとも。あの方は国や身分にかかわらず、あなたのように困っている人を魔法で助けてくれた。この私もグランダンテ様に救われた者の一人です。もう30年以上前の話になりますが、私は当時の戦火で家ごと燃やされ、危うく命を落としかけました。しかしそこに彼が現れて、炎を魔法で消し止め、私の火傷も治してくださったのです。グランダンテ様には本当に感謝しております。今でもあの時のことは忘れません。そうか、ハイサンドに過去の記録が消されても、人々の記憶にじっちゃんは生きているんだ。ナルブ、よかったですね。さっきあなたが取った行動も立派でしたよ。おじいさんに負けないくらいね。少しはじっちゃんに近づけたかな。ええ、
いつかきっとおじいさんの名誉は回復されますよ。二方院が何をしようと、あなたがおじいさんの意思を受け継いでいるんですから。だよね。こうやって僕が困っている人を助けていけば、そのためにももっともっと魔法の腕を磨かなくちゃ。じっちゃんの名誉は必ず回復してみせる。だからこれからも僕を見守っててくれよな。どうやって生きていけばいいのかしら。お家が燃えちゃった。昔の私みたい。ピコレッタ、何もかもなくなって悲しくて辛くて、どうしていいかわからなくて、もう笑えないかもって思ってた。だけど、そんな時ジーラたちが声をかけてきてくれた。私の玉投げを褒めてくれて、そしたらなんだか嬉しくなって、心の中があったかくなって、一人ぼっちじゃないんだって思った。今度は私の番。ほいほい。ははいなぁ、はーい。見てママ、このお姉ちゃんすごいよ。お姉ちゃん、何してるの？これはサーカスのジャグリング。ほいほいほいと。どう？すごいでしょ？かっこいい。僕もやりたい。私も。いいよ、みんなに教えてあげるね。ピコレッタったら、まるでサーカスの団長さんね。あの子はみんなを笑顔にする。受けた悲しみの分だけ強い笑顔で人を照らす。希望を失いかけた人たちにとって温かい希望の光になれるのかもしれない。皆様、これよりピコレッタサーカス団の始まり始まり。メディナさん、助けていただきありがとうございます。わざわざ遠くから来ていただいて。今日はこの辺りの違法師たちが全員出払ってしまっていて、すみません。気にしないで、困ったらいつでも頼ってきてください。人助けが私たちの仕事ですから。休館です。一人は戦火に巻き込まれた我が国の民、そしてこっちはエスフロストの兵士です。こいつらのせいで私たちはひどい目に。待ってください。敵の治療を優先するのですか？彼の方が重傷です。すぐに処置しないと助かりません。しかし彼らはこの国を、私たちの平和を脅かしたんですよ。それが何だと言うんです。人の命の重さは皆同じ。どちらの命が重いとか軽いとか、そんなふざけた道理なんて認めない。私が薬師である限り必ず二人とも救います。二人とも安定しましたね。お見事でした。先ほどはすみませんでした。つい取り乱してしまって。
いいの。私も昔はね、人のことは言えないですから。私もあなたのようになれるでしょうか。もちろんです。人を救いたいという信念を持って努力を続ければ必ず。当然ですが、研究者たちがいますね。ハイサンドはまだ我々が反旗を翻したことに気づいていない。落ち着いて行動すれば不審には思われまい。でも急がないと。衛兵を指揮するカンセル殿は手堅い人物。時間をかけるほど私たちの行動の自由は失われていくでしょう。クラルスは抜け目のない男ですが、逃走に失敗する可能性もありますしね。では全員で手分けをしましょう。うむ、急いでエルフリックを探し出そう。セレノア様、この本を見てください。これは？見つかりましたか？いえ、見つけたのは本です。エルフリック錬成法、つまりエルフリックの作り方か。
そのようです。専門的でわからない部分も多いが、本物だとすればエルフリックの材料は人間の死体だ。エンコで死亡したローゼルの死体を利用したと書いてあります。バカな、一体何のために。エルフリックを兵器として使用することは本来の目的ではなく、その莫大な魔力を人型の力の源とするために作り出された。人型？なんだそれは。わかりませんが、絶対にまともなものではありませんよ。生命を研究する異邦院でこんな恐ろしいことが行われていたとはな。ハイサンドと女神教の裏の顔が見えましたね。セレノア殿、なぜこんなところにいる？どうしても行かれるのですか？ええ。申し訳ありませんが、私はなすべきことを思い出したのです。あなた方、ローゼルの民には本当に感謝しています。重傷を負って川に落ち、記憶を失って、流れ着いたところを助けていただけなかったら、間違いなくそのまま死んでいたでしょう。改めて。お礼を申し上げます。礼には及びません。人として当然のことをしたまでです。それであなたはここを出て一体何をされるおつもりなのですか？この戦争を終わらせ平和を取り戻すために力を尽くすつもりです。この乱世よ、あなた一人で一体どうやって。一人ではありません。志を同じくする仲間たちがすでに戦っています。急がなければ。わかりました。良い知らせを待っています。どうかご無事で。これから世の中は必ず良い方向に向かいます。どうか希望を忘れずにいてください。失礼。セレノア殿に取り継いでもらいたい。おい、ウォルホート公に対して馴れ馴れしいぞ。ん？そのマント、まさかあなたはマクスウェル様？セレノア様、マクスウェル様がご帰還されました。お久しぶりです。おかわりないようですね。マクスウェル殿、ご無事だったのですか？悪運強く生き残りました。天はまだまだ楽をさせてはくれないようです。今までどうされていたのですか？亡くなられたのではと皆心配していたのですよ。どうやらアブローラと戦って川に落ちた衝撃で記憶を失ってしまったらしいのです。親切な村人に助けていただいたものの、自分が何者であるかも忘れていたのですが、皆さんの活躍を噂で聞くにつれ、己のなすべきことを思い出していったのです。こうして記憶が戻ったのも運命。残りの人生は戦争の終結に捧げる覚悟です。少々出遅れましたが、すぐに追いついてみせますよ。創世の力を貸していただけるとは願ってもないことです。共に戦えて光栄です、マクスウェル殿。